はい、じゃあ今日は東袋の作り方を説明します。亭主どうぞ。はい、手ぬぐい1枚で作る東袋の作り方ですね。まず3分の1を折ります。3等分ですね。3分の1を折り曲げて、で、この重なったこの2枚をここを縫います。縫って反対側も同じように3分の1を折り曲げて、この重なった2枚を縫います。で、縫うとこういう状態になります。こことここですね。で、これをひっくり返すと、東袋が出来上がります。で、ここがほつれてくるので気になる方は最初にここを三つ折りとかにするとほつれも気にならないと思います。以上です。はい、はい。いいですか？はい。柄になるのを中にしてっていう話をしなくていいですか？そうですね。柄になるのを中にして縫うと縫った方がいいです。まあ、そっちで言う と、と、ちょっと分かりにくいんですよね。そう、あと柄の向きですね。があるよりのよりは柄の向きがあまりないやつの方が気にせず、向きが気にならずに、こう向きがあるとひっくり返ったりするので、内側柄の表を内側にして縫うっていうのと、柄の向きがないので作るのがおすすめです。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい。参考にしてみてください。ありがはい。とうございましありがとうごた。ざいます。